皆さんこんにちは、北島三郎です。明治座創業150周年ということでございます。本当におめでとうございます。日本にもいろいろな劇場がありますけれども、この明治座さんは歴史と伝統と素晴らしい舞台を提供してくださってます。その中にはたくさんのアーティストの皆さんがお世話になり舞台を務めたと思います。いや、そういう私ももうほんのわずかでございますけれども、何遍かお世話になりました。ではその舞台を踏むたびに、いろんな先輩の皆様方、いろんな芸人の皆様方があそこの舞台で演じたんだな、自分も負けないで一生懸命やんなきゃいけないなと、なんか励ましと力をくれる明治座という舞台でございます。でその舞台終わった時にいつも思うんですが、あそこにあったあの幕、それからあそこの席、あの席の椅子もひょっとしたらどっかの小さいあの端の方に俺の歌が染みてんのかなって、そんなことも感じますな。だからあの椅子も幕も3階の方も2階の方もといいますか、もう全てが舞台もそうですけども、なんか自分を抱えてくれた大事な舞台だなっていうのを忘れることはありません。12月あの私もまあ、ファイナルコンサートということで、お世話になります。ファイナルコンサートで一生懸命魂を込めて頑張りたいと思いますので、暇の方おいで待ってますから、よろしくお願いします。私よりもこの舞台を愛してくださった先輩の皆様方、芸人の仲間の皆さんの前で生意気なことを言いましたけれども、これからもどうぞ私たち芸人がお世話になりますので、明治座さん150年でしょうけれども、200年も300年も続いてくださいますことをお願いしまして、私のご挨拶を加えます。本当に150周年おめでとうございました。